先生、九星気学がさっぱりわからないのですが、どういうものなのでしょうか。九星気学は生年月日をもとに人の性格や運勢を占う東洋の占い術だよ。9つの星に分類され、それぞれが異なる特徴を持っているんだ。9つの星ですか。それぞれどんな特徴があるのでしょうか。簡単に説明すると、一泊水星は知性と創造性、自国土星は安定と誠実さ、三碧木星は活動性と成長、四緑木星は調和と均衡、五黄土星は中心性と権威を表すんだ。なるほど。残りの4つはどうなのでしょうか。六白金星は正義と公平さ、七赤金星は言語と表現力、八白土星は現実的で堅実、九紫火星は情熱と直感力を象徴しているよ。面白いですね。でもなぜ星なのに火や緑といった色がついているのでしょうか。それは東洋の陰陽五行説に基づいているからだね。五行は木、火、土、金、水の5つの要素を表し、それぞれに色が割り当てられているんだ。なるほど。では自分がどの星に当てはまるかはどうやってわかるのでしょうか。自分の星、つまり本命星と呼ばれるものは生年月日から計算して決めるんだ。まるで生まれた時の星座のようなものだと考えるといいかもしれないね。自分の星がわかったら、その特徴がそのまま自分の性格になるということですか。そうとは限らないよ。それはあくまで一つの指標で、実際の性格形成には環境や経験、努力なども大きく影響するからね。占いの結果を鵜呑みにするのではなく、自己理解の手がかりとして活用するのが良いだろう。なるほど。ところで毎年の運勢はどうやって決まるのですか。年運はその年の干支との組み合わせに基づいて決められるんだ。例えば2024年は三碧木星だから、それに応じて年運が決まるというわけさ。年運両方見ることでより詳しく運勢がわかるということですね。そうだね。さらに月や日ごとの運気を表す星もあるんだ。これらを総合的に見ることで、より詳細な運勢判断ができるというわけさ。九星気学って奥が深いんですね。でもこれって科学的な根拠はあるのでしょうか。科学的な根拠については議論の余地があるね。占いは古来からの知恵や観察に基づいているけど、現代科学的な実証は難しい面もある。だから楽しみながらも批判的に見る目も大切だよ。わかりました。では九星気学を日常生活でどのように活用できるでしょうか。自己理解や他者理解のツールとして使えるね。例えば自分の長所や短所を客観的に見つめ直したり、周りの人との関係性を考える際のヒントにしたりできるだろう。なるほど。相性なども見られるのでしょうか。そうだね。九星気学では星同士の相性も見るんだ。ただしこれも絶対的なものではなく、あくまで参考程度に考えるのが良いだろうね。わかりました。九星気学とても興味深いですね。ありがとうございました。君が興味を持ってくれて嬉しいよ。占いは楽しむものだけど、最終的には自分で判断し行動することが大切だということを忘れないでね。